と夏休みなので長野県のガイアまで、2days 練習に行ってまいりました。わざわざガイアまで来た理由は、あれいつだっけ、今月の25日ぐらいにあるあのウェックスに出るので、それの練習です。ウェックスには過去2回出てますけど、1回目が40分クラス、2回目が90分クラス、いずれもまあ道もよくわかんねえし、俺黒カモ苦手だから、まあなんていうかね、ツーリングペースですよ。なんで順位が下から数えて 25% とか 20% ぐらいのところにいるわけなんで、せめてね、真ん中ぐらいで走れるようになりたいわけですよ。まあバイクは SXF だけど、ああ道も危ない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 よ。で、まあ、何が俺良くないっていうかね、打つがね、打つ迷うんだよ。今もう気がついたらコーステープあって、これやばいと。というわけで打つの練習をしてるわけですが、あのさ、このね、うねうねしてるところにようみんな走るよね。全然道わかんない。で、ガイアのこれジュラシックパークっていうエリアなんですけど、ここともう一個普通のっていうかウッズがあって、それをつないで走る、クロス、あーこけたね。もうハーハーしちゃってるね。これ2日目なんですけど、1日目の夜に雨が降って結構路面が濡れてて、根っこにまあつまずく難しいわ。で、長野県だからもうちょっと涼しいかなと思ったらね、まあ走れることは走れるんだけどやっぱね暑いのよ。どんだけ暑いかというと、俺の 350SXF でこのねスローペースで3周するとラジエーターが吹いてしまうという、あの囲碁ってもなんもないのに水吹くってどうなってんですかっていうね。いやー、モトクロスさんやべえよ、発熱量がやばい。まあ3号だからかもしんないけど、俺のペースが遅いっつったってさ、何人普通にグルあのツーリングペースで回ってるだけで水吹いちゃうってやばいでしょ。まあ真夏だけだと思うんですけどね、そんなのは。まあそういうわけで、こうやって事前にね打つの練習をしておこうというわけですよ。事前に走っとけばちっとは本番でもね、見慣れた景色だからいけると思ってね。で、一個だけ誤算だったのが、あの思ったよりねコースが狭くて、あ、これ今チューチュータイムですね。コースが思ったよりもそのウッズが解放されてなくて、もっと走っときたいなと思ったところが、あんまり走れなくてね。はい、ちょっと練習に足りなかったんですけど、結論から言うと暑いしうまく走れないしね、この程度のレベルでもね、もうお腹いっぱいでした。3周走ったらもうちょっとね気持ち悪くなっちゃって、あ、俺ちょっと暑さの対策、あの暑さに弱えんだなと思ったんだけど、後から考えたらね、俺風邪ひいてたんだわ。俺1日目が終わった時点で喉がちょっと痛くて鼻水が止まらなくなっちゃって、急にめっちゃくちゃ暑い。なんすかね、長野に良くない風の菌があったみたいで、それを食らっちゃいましたね。で、これ MRP さんと言ったんですけど、まあ、1日目の練習終わった後に、じゃあまあいつも泊まってるスキー用のロッジがあるんですよ。
そこに行ったらちょっといろいろ手続きにちょっとうまくいかないことがありまして、結論から言うと宿が取れてませんでしたと。おい待ってくれよと。1日目ね汗だくになって走ってもうボロボロに疲れて宿がねえと。おい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 、で MRP さんが俺満喫詳しいからと、俺満喫でよく泊まってっから満喫行きゃ平気だよというわけですよ。そう、じゃあ俺満喫なんかもう随分行ったことないけどちょっと満喫じゃあ行こうよと。で満喫がまあ一個だけあって、やっぱね長野県はねあんまねえわ大町なんて、そんな満喫なんて。で行ったら狭えの、その俺よく知んないんだけどフルフラット席っていうのがあるの、なんか足を伸ばして寝れますよみたいなそういう部屋があるんですけど、そこがねくっそ狭えの、俺足伸ばして寝れないので、近くになんかダーツとかやる部屋があって、そこでね若えのがね深夜1時2時にギャーギャー騒ぐわけですよ。うっせえんすよ、なんか防音部屋って書いてあるんだけど完全に音漏れてきてんのね。なもんで、あ、ウッズが終わりました。ロックへは行きません。そういうところじゃないです、俺はウッズでいっぱいなんだよ。一周するのにあの程度に6分27秒だよ。はい、じゃあ2周目に参ります。で、これ2日目なんですけど、つまりこの2日目っていうのは1日目いっぱい走って宿を取れなくて、9時過ぎに満喫入ったんですけど、もう狭くてもうほんとね俺閉所恐怖症になるんじゃねえかと思ったんですけど、それでももうなんかやっぱ体調が悪かったので疲れてるので、細切れに結構眠れたんですよ。あ、結構頑張ってスピード出してた。これ俺の中でかなり頑張ってた。で、もう最悪の気分で一晩、俺、もう今までで一番広いちょっと寝るとこでしたね。また道もやってるよ。はい、すいません。道がね、よくわかんないんですよ。何周来てもね道覚えれるんだ俺。で、仕事とかでさ会社に泊まったりもするんだけどさ、会社のねこうクソ古いソファーとか会社の椅子を3つ並べてその上で寝るとかよくやってたんですけど、それよりも断然地獄でしたね。うっせえわ、せめえわ、寒いわ、ちょっとね冷房が効きすぎてて寒いんですよ。というわけで2日目はもうかなり体調悪くて午前中で上がりました。いや、それにしてもね、これ GoPro の映像なんですけど、ちょっと俺の GoPro 壊れてきてるのかもしれないな。GPS データが取れてなくて、本当だったらこのスピードとか、あと左上の方に周回ルートの軌跡が残せるんです。それがちょっと表示できなくてちょっと残念ですね。いまいちちょっと後から見返すデータとしてはちょっと残念な資料ですけど、まあもっとね早く走るようになりたいね。早くっていうかもうちょっと人並みにさ、まあとにかくスタンディングで走れるように、ちょっと俺スタンディングとても苦手なのでそういった練習をしていました。もう結構このルート走ってるからいい加減道を覚えてるはずなんだけど、いまいちねやっぱどうやって走ったらいいのかよくわかんないんだよね。クロスカントリーはよくわからん。とにかくペースがよくわかんないので道が狭いのがね俺はちょっと苦手ですね。ウッズだけどさ、ウッズとは割とこう普通にでけえ石とかが転がってたりして、俺怖えんだよね、ああいうのね。こことか根っこに引っかかってる。
根っこにかかるんだよ。あ、さらっと抜かされてた。道がよくね、道がよくわかんないですよ。今ちょっと咳しちゃいましたけど、まだね治ってないんだよね。いやほんと体調悪くなった。長野でも持ってきた風すげえ、なんかね、やる気もなくなるしね。ダメ、こんなに暑いのに風邪ひくとは思わなかったっすよ。夏風邪には皆さんもご注意ください。まあ、とりあえずウェックス90分クラスエントリーしたので90分 C です。過去2回はツーリングペースだったので、もうちょっと頑張って走れるように頑張りたいと思います。マシンはもちろんこの350 SXF ですが、真夏でね水吹かないようにちょっと MRB さんに対策をしてもらったので、機械でファンを取り付けたりとかリザーバータンクをつけたりとか、それにしてもね、打つわかんねえわ、わかんねえわ。このペース確率に遅いよね。これ大丈夫かな。長野前で行って練習してこの程度のスピードかと言われてね、もう悲しい気持ちになっちゃうけどね、まあしょうがない。ちょっと本当にクロスカントリーはね苦手なんです。カットしてた。あー、GoPro のデータねえな、ねえのが辛いな。まあ、GoPro のね買い替えかもね。俺の GoPro 5なんて今7まで出てますから、そろそろ寿命なのかもしれないです。そんなに酷使してるつもりないんだけどな GoPro。 はい、これで2周目まで終了です。ただ次回の WEX は多分この回り方じゃなくて逆回りなのかな。なんで本当は逆回りで練習したかったんだけど、まあそれはしょうがないですね。はい、最後3周目、もう結構疲れてる、もうボロボロに疲れてる。ここの下りもねちょっとね怖い、割とガレてないところを選んで、もうはぁはぁ言っちゃってる。ほら、危ない危ない危ない。もうまともにルートでトレースできてません。これ3周だから時間して15分なわけですよ。だいたい15分か20分、90分俺走れる気しねえぞ。これはやっぱり俺はツーリングペースかな。まあウェックスの時はもっとライダーいっぱいいるから誰かについていくようにこうやれば道迷うことはないだろうし、ルートももうちょっと分かりやすくて広いルートになると思うんで、渋滞起きちゃうからさ。あ、またこっち来ちゃった。あ、こっち来ちゃったんだよ。狭いんだよ、クソ狭いんだよ。俺もう考える力がないからさ、ルートどうしていいか分かんない。いや、打つ速い人はねすごいよ。こんな狭いとこすげえ勢いでアクセル開けてる。まあちょっとはやっぱり、まあ、2日練習してちょっとだけ分かったかな、分かったというかちょっとだけ慣れたような気もしますけど、気のせいかもしれない。あ、みんなクソ速い。いや、モトクロッサーはきついなこれ。何もしなくても水吹いちゃうんだもん、3周で。やっぱ前出た時は冬とか秋だったんで、冬ではないか、秋と春だと水吹かないんですけど、真夏はダメですね。気温がやっぱ34度5度あると、はい、ダメです。暑すぎます。 MRP さんなんか元気にずっと練習してましたけどね、あの人暑さに異常に強いよ。俺は多分
普段の仕事を空調効いた部屋でずっとね仕事してっからね、暑さ弱えわ、すぐ倒しちゃった。もっといっぱい練習したかったんだけど全然体がついてこなくて、ちょっともったいなかったっすね。あ、またこれ集中タイムかな。キャメルバックのスイッチのところ前は両手使わないとそのオンオフができなくて、オンのままだとボタボタ垂れるので止まんないとドリンク飲めなかったんですけど、ちょっとその辺を新しいのがあって、ようやくね片手でできるようになったんで、うわちょっと引っかかるとねすぐ止まっちゃうんだよね、エンジン粘りがないから。いやほんとマジでそろそろエンデュランスは欲しいわ。でバイク置くとこないから、ちょっとトランポに2台積みでうまく積めるようにちょっとしないとなぁとちょっと考えているところです。やっぱ KTM のエンデュランスは欲しいっすね。ツースト25欲しいっすね。あーみんな早い、みんな早い。あ、近い行った方が楽なのかな。いやそんなことねえだろ、俺のルートの方が楽だろ。俺まだついていきたいけど全然無理ですね。この辺がすごいガレージで難しかった。俺みんなこんなんスイス行けんのかしら、よくわかんないわもう。まあこういうところ走っとけばきっとモトクロスコース行った時に気楽に走れるんじゃねえかなと。あ、また道迷ったルート選択がうまくできない。いやもうちょいです、もうちょいで終わります。いやー UX 出る方お手柔らかにお願いします。マジでいじめないでくださいね。きっとね結局途中がツーリングペースになってると思うから、体力持たねえわ俺。8月末あーまだ暑いだろうな。まあこれもまだ経験ですからね、ちょっとずつモトクロスとエンデューロといろいろ遊びたいなと思います。とりあえずUX とその先の成田松祭りまではエンデューロ系で遊びたいと思いますんで、はい、もう少しで3周目終了。もうベロベロだよこれ、おっすべもうヘロヘロ。夏きついわ、夏という打つ練習でした。はい、お疲れ様でした。